はい、どうも、ルールカでございます。ディスティニーナイツやっていきたいと思います。よいしょ。なんか最初のダウンロードめっちゃ重いんで、これもしかしたら何端末か準備しとくといいかもしれないですね。ほっ。まあ、そもそもリセマラができるのかわかんないけど。自動で移動します。バーチャルパッドを使っていつでもキャラを操作できます。近くのモンスターを自動で攻撃します。スキルをタップかドラッグで使用します。ほっほっ、なるほど。ほほほ、なるほどね。再び、え？ギガンティックブレード。どういうこと？赤いサークルが現れたら赤色のスキルを使ってください。スキルを乱射しましょう。すごいな、なんかクールタイムもクソもなくどんどん使えたんだけど。一体何が起きたのだ？こんな突然王国と連盟が衝突するとは。ほっほっ。あれだね、メニュー画面はスタイリッシュですね。紋章か。なんかどっちかというと、あれなのかな？サマナーズ王系なのかな？装備は。久しぶりだね。スキルコートオフ。スピード。これあれかな、降臨とかあるんですかね。レイドとかあるとか言ってたけど、テリアサーガみたいに降臨とかあんのかね。まあなんかお手軽にド迫力のねスキルを使えるっていうところがちょっと面白いかもしれないですね。あとこの UI は結構スタイリッシュでいいですね。今までのゲームにはないかもしれないね。キャラ体験、ほん、
過去の繁栄。1の3まではチュートリアルなんだろうね、これきっと。これがスキルが高速モードとかが1の3クリアで解放って書いてあるから。まあ、止まっちゃうんだよ。スキル見ようと思ったら。1ウェーブは今のクリスタルみたいなので区切られていると。ハリネズミ族の戦士、おっ、いきなりかよと思って、気のせいだったな。クールタイムを無視してスキルなんか使えないよな、さすがに。活力のオーブホーム、タップしてください。予言の書にはさまざまなミッションが記録され、ミッションの報酬を受け取ると次のミッションでは、ミッションほっほっんほっ、マイアスの召喚書、マイアスってやつが仲間になるのかな。ライアン、違った。キャラクターの覚醒、はいはいはい。あれなのかな、こう育成要素が、まあ、他のゲームと違うって感じなのかな。テリアサーガとどういう感じで住み分けしてくるのかなっていうのはちょっと気になってたんですけど、まあそういうところかもしれないね。テリアサーガは結構なんかお手軽って感じなんだよね、育成は。でループ周回が追加されたんで、あのスタミナ消費がマッハなんだよね。ちょっとあっという間に終わなくなっちゃうんだね。マジか、ありがとうセラフィン。強っ、ビパラ族の名手、やばい、ね、ほっほっ、いてかましたらいいよりや。あ、ブレイクランク A、 ちょっと低かったね。あ、そっか、スキル使わなかったからだ。B とか言って終わっちゃったからか。このストライカーっていうのがちょっとキーになりそうだね、どこのタイミングで使うかっていう。アカウントレベル2、冒険の鍵の所持可能量プラス1、オートリピート、セルバスの、あ、ちょ、
どんぐらいもらえんだろうな。進化ラグーン召喚書、図鑑報酬。あ、マイアスってこのこういうことなんだ。はい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 。面白。こんなもんか。で、無料召喚。いきます。ちょっと待って、しまった。戻れない。戻れません。いやー、ちょっと、排出率見んの忘れちゃったよ。みんな。星さん。なんじゃこりゃ。バルタン星人みたいなの出てきた。かわいいバルタン星人みたいなのが。ちょっと待って。排出率。どれ引けばいいのこれ。アルカナ確率。排出率がどこかわかんないな。排出率わかんないね。ほい。お、ああ、進化ラグーン、グー。ふんふんふん。じゃあちょっと、これ多分10連しか引けないんだね。あれ？ちょっと待って、石受け取ってないやん。ビビったー。さあ、ちょっと、行きましょう。召喚。ジュリアン再登場。アルカナ。召喚率が5倍。わからんな。とりあえず引いてみよう。ほっ！え？ワイズ！綺麗。こんなことは僕も初めてです。それは、新伝説召喚。まるで悲鳴だな。うん。何なんだこれ。最初の召喚、10連召喚、こんな、茶番を見せられるの。ちょっと飛ばそうぜ。ほっ。金。虹。今の。何なんだこれ、おい。何が起こった。何これ。カエサル、アタッカー、ヒーラー、ちょっとよくわかんない。何人どうぞ。ほい。カーン、ブレイカー、リューク、デバッファー、ヒーラー。さあ、これ星5って書いてあるよ。ほい。アルカナ。私の矢と風が、あなたの力になります。へえ。アタッカー、ブレイカー。星5出ましたね。排出率がどのくらいなのかわかんないな。書いてないよね、どこにも。久しぶりだよ、排出率が書いてないガチャ。お知らせとかあるかな。ないな、わからんな。
はい。まあとりあえずこれここがリセマラポイントだと思うんですけど、ここで、星を引けなかったら再度みたいな感じなのかな。で結構最初のダウンロードが500メガなんだけど重いから、複数端末使える人は端末複数用意してもいいかもしれないですね。おそらくゲームセンターの連携でいけるんじゃないですかね。データ連携は対戦はい。というわけで、デスティニーナイツ、11連ですね。あ、12連ガチャやってまいりました。召喚やってまいりました。皆さんは何が出たでしょうか。もしね、よければコメントで教えていただけると幸いです。ではでは、お疲れ様でした。